皆さんこんにちは、大樹です。講演会の後の懇親会で、いろんな人と話をしながらね、なんとかこうコーチングを伝えようとかいろいろ思っていつもね、話してるんですけど、なんかね、最近福島正信先生の言ってることを伝えることが多くて、素晴らしいですね。福島先生はね、本当に日本の誇るスピーカーというかモチベーターというかの一人だと思いますけれども、先生の言葉の夢しか叶わないって言葉があってですね、でこの間もその言葉を引用しながらコーチングについてお伝えしてたんですけど、夢しか叶わないんです。で中途半端なできたらいいなとか、こうした方がいいんじゃないかな、こうなった方がいいんじゃないかなっていうことは叶わないんですよ。やっぱりエネルギーが足りないから、私そのために一生懸命やらないから。で夢ってね、すごいこうちょっと手が届かないようなものなんですけど、でも本当にこうやりたいっていう思いが、何としてでもとかね、何年かかってでもとかね、どんなことやってでも叶えたいとこう思うと、そのために工夫するんですよね。で先生がね、会えない人なんかいないよと、1000回手紙書いたらね、必ず会えると、誰とでも。で別にね、叶わない夢はないと、1回でダメなら5回、10回ね、50回、100回、何百回、1000回とこう企画書出したらね、出し続けたら、ブラッシュアップしながら出し続けたら通らない企画ないよと、必ず何でもできるんだと、協力してくれる人がいると。だからなんですよ、私たちはできるかどうかはどうでもいいんです。過去の常識にとらわれなくていいので、自分一人ができるかどうかもどっちでもいいんです。本当にやりたいこととかね、これが起こったらすごく価値があるなっていうことに向かってですよ、なんか生きるっていうのは素晴らしいことで、だからそれを考えることが本当に価値があるってことなんですね。で今見つからなかったら、とりあえず目の前のことをやりながら、本当はもっと何やりたいんだろうとかね、今できることをやりながら考えたらいいんです。いろいろ試してみたらいいんです。でも本当にやりたいことがあったら、なんとかなるとかね、なんとでもなるっていうのが、やっぱり人の夢を応援してる人間の実感なんですよね。だから夢しか叶わない、いい言葉ですね。ぜひ皆さんもいろんな手近なとか身近なとか、目の前のことも絶対やった方がいいですよ。やらないまま時間経っちゃうのもったいないから。でも夢が出てきたら絶対叶いますから、そのこともどっかで追っかけるっていうのはいかがでしょうか。参考まで。